どうぞ。はい、どうも、こんにちは。すごいいい天気ですね。八物、すごいいい天気。はい、八物を仕入れてまいりまして、入荷早速を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はね、春、今真っ盛り、本当に今ですね、ラダンキュラスをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、ちょっとね、いっぱい仕入れてきましたんで、いろいろラダンキュラスの中でも、まあ通常ね、もうずっとずっと来てます、ラダンキュラスの普通の大輪のやつですね。これがやっとね、リーズナブルになってきました。こんな五号鉢のしっかりした鉢で、このお値段。うん、苗もね、うん。苗もすごい状態が良くなってきたんで、すげえ大輪だね。大輪なんですよ。これでつぼみもこんな感じで、はい、2つ3つ持って植えていただきたいと思います。旬ですね。切り花でも今ラナンキュラス旬ですもんね。でこのラナンキュラスって、はい、いつぐらいまで販売されてるんですか？出回りはあるんですか？いっぱいですね。今が本当に真っ盛りなんですけど、3月入って半ば過ぎぐらいにはやっぱね、どんどん咲くのが早くて、うん、もうダメになってくるのも早いので、そのぐらいかな。切り花でもそうなんですよ。切り花でも3月の後半からはもうダメになっちゃうから。あ、ちなみに今日ね、はい、高橋佐々木でやってます。おじさんペアで。で、じゃあ開花時期が3月中、2月、3月。そうですね。これ珍しくないですか、これ。これはよく。これはラックスという種類で、お花、花がまたね、普通とはちょっと違う光沢のかかった、すごい綺麗なテカテカした感じ。切り花なんてこのたまにシャッと入れてくれてるんですが、普通のものよりかなり花持ちもいい。で、ちょっと可憐なラックスシリーズ、これはね、高値で取引されてて、なかなか手に入らないと。切り花でもね、意外と可憐な感じだけど、すごく持ちがいいんですよ。多分鉢でもいいんでしょうね、咲いてからね。鉢かなりいいですね。うん、うわ、値段もすごい。値段もいいんですけど、まあ、これでもね、もちろんね、めちゃくちゃ貴重だと思います。ほんま、すげえのまんじゃん。で、これがこんな6号でこんな大きいです。これ5号でこんな感じ。わかりました。これは置き場とか管理の仕方を教えてください。管理はですね、置き場とか水やりはどのくらい。水やりは少し乾かし気味がいいと思います。あんまりびちゃびちゃいつもいつもやるよりは、少し表面が乾いくか、あと鉢のまま置くんだったら、今ずっしりしてるんですけど、これがあれ軽いなっていう感じになってきた頃がいいです。まあ品質で言うと3日ぐらい、3日に1回ぐらいで十分だと思います。まあ球根ですね、そんなに。そう、球根だし、なんだろう、あんまりこうやって水ってするよりは乾かしの方が長く、まあ、しっかり持ちます。これは病気とか、なんだっけ、病気とかさ、なんか肥料とか、はい、肥料も病気はね、意外と外に置いておく分にはあんまりつかないんですけど、ちょっと空気の流れが悪いところだと、うどんこ病がちょっと葉っぱがね、白くなってきて、なんか見た感じ、これがね、白くね、なってくるぞ。はい、あるね。日当たりもあるところがあるね。それだけ気をつけて、だからそのためには、本当に風通しのいい、室内じゃない、やっぱ外が一番適してるんですよ。まあ、詳しくはね、どうなんだよ。ここにね、私の言うよりは、ここにね、タグがあるんだよね。すげえ詳しく書いてます。もっと言うならば、Google で調べたら、我々よりいいことが、すごいこと書いてあるかもしれない。そうですね。ただ、こういうものがどのぐらいの時期まで出回るのかと、はい、相場を今お知らせしてます。はい。ぜひぜひ、ラックスはなかなか入らないので、鉢は特に今引っ張りだこなんで、うんうん、ぜひお買い求めください。ね、しかご連絡ください。わかりました。はい、じゃあこの後引き続き、今日入ってきた切り花じゃないや、鉢物を佐々木ポンが紹介していきます。私はここまで、花粉症とか辛いね、もうコロナっていうよりこれもちょっとごめんなさいね。ではちょっとこの先佐々木くんにバトンタッチでーす。このままでまーす。あ、バイバイ。さよなら。
ー。